皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、福島県は広野町の某所に来ているわけなんですけれども、アンモナイトセンターがですね、9月の30日まで、休館ということになっているんですけれども、まあ、この例の感染症の具合は、まあ、県内的にはこう数値が下がりつつあるんですけれども、いわき市はまだまだちょっと感染者が多いということで、まあ、もしかすると、まあ、9月30日までの予定がさらにこう延期になって、まあ、アンモナイトセンターの休館もその分伸びるという可能性がちょっと出てきてるんで、まあ、ちょっとしばらくね、アンモナイトセンターでは化石が掘れないと思うので、まあ、今回初めて、まあ、フィールドワークということでね、こういう自然の中に来てるんですけれども、ここはですね、この上ここなんですけども、ここはですね、中生代白亜紀の、地層が出ているところで、ここはこのこうです、ね、東西に向かってこう断層があるところで、多分これもですね、かなり切り立ったこうスパッと切ったような土手になっているので、多分これがあの断層面なのかなと思うんですけど、まあ、ここからはですね、過去に、恐竜の化石とか、まあ、出てるみたいで、まあ、それだけじゃなくてあの、まあ、中生代白亜紀の、まあ、アンモナイトとか二枚貝とか取れるみたいなんで、まあ、そこからこうコロコロコロと、岩が落ちてきてこう川の中にあったりするんじゃないかなと思うんで、今日はちょっとねこの川の中、ここにあの砂防堤があるんですけど、まあ、ここを境目にして、まあ、上と下とちょっと化石取れるかどうかちょっとね、調べていきたいと思います。はい、この断崖なんですけどね、下の方にこれくぼんでるとこあると思うんですけど、多分これノジュールが落っこった場所でしょうね、これはね。はい、こうずっとこう断崖は続いてるんですけど、さすがにこの上はですね、あまりにもこう高いんで、ね、ここはちょっと掘れないと思うんで、今日はこの川の中ですね、ここに落ちてる石をちょっとね、割ってみたいなと思います。はい、というわけで準備できました。下はですね、ウェーダー入ってます。やっとこのウェーダーが役立つ時が来ましたね。で、こっちなんですけど、今沢が流れてるんですけど、ちょっと先日の台風の雨でね、若干増水してるんで、まあ、最初は長靴で大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、多分ウェーダー入った方が安全かなと思ってウェーダー持ってきたんですけど、とりあえずですね、今このさっきあったあの砂防堤がずっと上の方なんですけど、そこからずっと置いてきて、まあ、この森の中を流れてる沢の、まあ、ほぼ一番下まで降りてきたわけなんですけど、とりあえず下から上にこう上がっていく感じで砂防堤までまず行ってみたいと思います。
というわけで、まあ、2時間くらいですかね、沢の下の方からサボテンを、まあ、ちょっと下のあたりまで行ってきたんですけど、まあ、のできればサボテンの方まで行きたかったんですけど、ちょっとね川にこう竹やぶがこうのしかかっちゃってて、そこからちょっと上にうまくいけそうになれかったんで、まあ、そこで、一応ストップしたんですけど、まあ残念なことに川の中に入っているこう天石からは化石らしいものはちょっと見つけられなかったんですけど、そのサボテンまでちょっと行けなかったところの近くの土手にですね、ものすごいこう貝の密集層がありまして、まあちょっとお見せするとこんな感じですね。わかりますかね、結構貝の化石がこう密集してるっていうか、もうほぼ貝の化石でできたこう層があってですね、もう土があるところを探すの大変なぐらい貝がこう密集してるところですね、これね。で、まあその中にちょっとアンモナイトは見つけられなかったんですけど、ただここにわかりますかね、ここに、はい、巻き貝らしきものがあるんです。というわけで、まあ、午後はですね、そのサボテン上へ行こうかと思ったんですけど、まあ、この下からちょっとそのサボテン下まで行った感じでは、その天石の中からはちょっと化石が見つからないので、まあ、そこから上ももしかすると同じ感じなのかなっていう気はするんで、やっぱりあの土手ですね、土手のその中にやっぱ化石が入ってるっぽいんで、やっぱその午後はですね、その貝が入って密集そうなあたり、その辺をちょっと、もうちょっと追ってみて、探してみたいと思います。はい、というわけで広野町の某所で今日は化石を掘ってみました。まあ、最初は探り探りだったんで、まあ、ちょっとね、なかなか時間がかかっちゃったんですけど、まあ、午前中の最後にその貝の密集層を見つけることができて、まあ、2枚貝のね、本当になんというかもう土より貝の方が多いっていうようなところで、ただの簡単に割れるかっていうとめちゃくちゃ硬いんですよね、石が。アンモナイトセンターにある与党にあるあのコンクリーション、あれと同じくらいカッチカチですね。なもんで、まあ、例えばアンモナイトセンターで天気が悪くなっちゃって掘れなくなったっていう時に大体でここに来て掘れるかっていうと、かえって疲労が強くなっちゃうと思います、ね、もうカッチカチのところを思いっきり力を入れて割っていくような感じになるんで、まあとりあえず、スポットが一つ見つかったっていうことだけで、まあ良かったかなと思います。はい、一番は
ハモネットセンターが早く再開してくれればなって思うんですけれど、まあちょっといわき市の方がですね、まだ感染者が多いということで、今月末の期限はまた伸びるんじゃないかというふうに言われてますけれども、まあ待つしかないですよね。まあ、またハモネセンターで活気が溢れるようになったら動画を作りたいと思っています、はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンをチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。